したいと思います。マップはグリーンバンドになります。はい、頑張るぞ。このグリーンバンドではね、2度ほど1位になってるんでね、正確には3度目かな。今回はね、眉でアサルトライフルのバルニーナナインフェルノエリートで1位を目指したいと思います。はい、頑張るぞ。これ今使ってるバルニーナのインフェルノエリートは最近サプライドロップからゲットして、前から欲しかったんだけどなかなか出てくれなくてね、ようやくこの間サプライドロップでねゲットしました。このグリーンバンドは自分ドミネフリーフォールで今やってるんだけど、フリーフォールでは全くやらないんだけどね、フリーフォール自体自分全然やらないんでね、ドミネーションばっかりなんだけど、ドミネーションでもこのグリーンバンドはよくマッチングするんでね。これドミネーションでグリーンバンドかなりやってるんでね、構造的に慣れてるんで、あるけど、多分今プレイ一緒にね戦ってるプレイヤーさんたちよりも多くプレイしてると思うんだけどね、自分の方が。おそらくグリーンバンドはやっぱこのぐらいのね、狭いマップの方が面白いんでね、上にいるのか。こっからよく来るんだよこれ、ね、リスポーンになってるんだよ、あれ貼っとくな。今回ちょっとどうだろう、1位取れるか分かんないんだけど、今んとこ1位なんだけどね。めんどくせえなあいつは。ちょっと意識せずに1位を意識せずにやれば1位取れたのかもしれない。逆転されてるしね、これ。前はね、リオットの時はフリーフォールが本当一番面白かったんだけどね、今フリーフォールそんなにやらないんでね、やっぱりチーム戦の方が面白いんでね。やっぱチーム戦の方が面白い、個人戦よりも。ドミネーションの方が面白い。
ゲームモードでやっぱりね、ドミネーションの方が一番面白いんでね。よしよし、引き込まりな。マリナ、小島の子。これ1位取れるでしょ、おそらくは。AKB のメンバーの名前聞こえたんだけど、パイロット壊された。ショウ、5連続キル。1になれない、なんていうの、30キロまでの時間かかっちゃいと、しちゃったりとかするんで。今回の敵プレイヤーさんなんかあんまり、まあ俺から言わせればそんなに強くないんで、うん、俺ちょっと本気出してないんでね、全然普通にやってんだけど。ちょっと余裕中か、余裕でやってるんだけど、余裕でやってるんだけどね。3度目か、ここリーチ、ちょっと余裕じゃ、弱すぎるわ。ちょっとゆっくりやってるんだけど、ちょっと全然本気出してないんだけど俺。はい、勝ちましたよ皆さん、コングラチュレーション。お、ようやくね、これバルニーナなインフェルドで初めて1位取ることができました。今回の成績はね、30キル23です。スコア2775でした。プレイヤーの皆さんありがとうございました。うん、ちょっと良かったな。うん、これでねマスタープレステージ12が回せるようになりました。はい、今回使った武器はね、マユウでアサルトライフルのバルニーナのインフェルノに、インフェルノエリートに、今回ちょっと最初から言ってみようか、ちょっとカミカミになっちゃったんでね、今回はマユウでアサルトライフルのバルニーナのインフェルノエリートに、アタッチメントはストック、クイックドローグリップ、拡張マガジン、セカンダリーなしで、ワイルドカードはメインガンファイターにパークサングリード、パークはライトウェイト、ペリフェラル、タフネスにブラストサプレッサー、
スコアストリークは UAV 軌道救援物資リモートターレットというカスタムでやっていきました。今回ね、最近サプライドロップからゲットしたアサルトライフルのこのバルニーナインフェルノエリートで1位が取ることができたんだけども、でグリーンバンドではね、録画もちょっと動画では2本ほどアップしてんだけど、録画せずに1位になったやつも試合もあったんで、過去に3回ぐらい今さっきのグリーンバンドで1位は取ったことあるんだけどね、今回で 4度目かな、うん。グリーンバンドはね、フリーフォールではあまりやらないんだけど、自分がもっぱらよくやるドミネーションではね、グリーンバンドかなりプレイしてるんで、結構立ち回りは慣れてるんでね、構造的の立ち回りを覚えても慣れてるんで、ちょっと余裕でちょっと1位が取ることができました。全然本気出さなかったんだけどね、うん、もう1位順位は別に考えずに、まあ気持ち的な問題もあると思うんだけどね、あんまりね意識し、前の動画でも話したんだけど、1位を意識して早く1位を取りたいっていう気持ちでやると、どうしてもやっぱりどうしても焦りがね生じて、倒せる敵も倒せないでなかなか苦戦するっていう場合があるんでね、で1位を逃しちゃって2位止まりとかもあるんでね、自分は精神的な問題なんだよねこれね、無心でやることでが大事なんじゃないかなと思うんでね、1位になるのはね、このバルニーナのインフェルノエリートのステータスをちょっと紹介したいと思います。バルニーナのインフェルノエリートのステータスは威力と命中率デフォルトで、連射速度プラス1、射程がデフォルトで、ハンドリングがプラス2、機動性がマイナス3というなってるんでね、バルニーナもこのオブシディアンコルトエリートはマスタープレステージ1の報酬でゲットしたやつなんだけどね、で今回最近サプライドロップからゲットしたこのバルニーナのインフェルノエリートもあるので、もうバルニーナのエリートもね全て揃いました。アサルトライフルも全て2種類ずつ持ってるんでね、このバルニーナのインフェルノだけまだだったんでね、これ前から欲しかったんだけど、まあ、さっきも話したんだけどね、これ欲しかったんだけどなかなか出てくれなくてね、最近出て本当にとっても喜んでます。はい、あとね、先ほども見ての通りマスタープレステージのね12のマックスになった、マスタープレステージの11のマックスになったんでね、またマスタープレステージ12が回せるようになるんでね、また恒例のいつもの恒例のねマスタープレステージ12突入&AQ&6 トークンを使ってみた&8武器をゲットしてみたっていう動画もやっていくので、その動画もよろしくお願いします。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。